さ。ツンドラ地帯の繁殖地からはるか4000キロの旅を終え、日本で越冬するコハクチョウ。米子周辺は集団越冬地の南限である。なぜ4000キロもの旅路を間違えることなくたどれるのか、さまざまな仮説が提案され検証されてきたが、いまだに確定的なことは分かっていない。標識追跡の結果、米子への渡りのルートは大まかには2種類あることが判明している。一つはサハリンからクッチャロ湖を経て海岸線や陸伝いに南下するもの。もう一つはウラジオストクからまっすぐに米子を目指す海越えルートである。陸が見えるルートなら地形を覚えることも可能だが、ウラジオストックからは900キロ近く何の目印もない。コハクチョウの飛翔能力は時速70キロに達するが、それでも13時間南または北への進路を保ち続けねばならない。コハクチョウは何で南北を知るのか。根強い仮説は体内磁石説である。この仮説には異論も多いが、近年そのメカニズムを分子レベルで紐解く説が登場し、再び注目を集めている。それによれば、鳥の目の間には磁石のような細胞があり、目に青い光を受けることでそれを活性化させ方位を判別するというのだ。この新説には魅力も多いが、体内磁石を活性化させる青い光とは何か、まだ十分には説明されていない。一方、鳥の目には糸状体と呼ばれる特殊な構造がある。この構造により鳥は大気中の乱反射に惑わされることなく、高い解像度で物を見ることができる。この糸状体は猛禽類が上空から獲物を見つけるときに活用することが知られている。もしかしたら渡り鳥も昼間でも星の位置を知り、方位を定めるのに使っているのかもしれない。しかしこの仮説も曇りの日には使えないし、北はともかく南をどうやって知るのかうまく説明できない。古くからの疑問である渡りのメカニズム、それは現代の科学力をもってしても満足に説明することができない。それでもコハクチョウは何らかのセンサを働かせて故郷の方角を見出し海を渡っている。人類にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。
ハイテクの一歩先にいつも堀場製作所。